皆さんこんにちは。まーさんラジオ沖縄のまーさんです。皆さん、沖縄の郷土料理でヤギ汁って知ってますかね？ヤギ汁、ヤギの肉ですね。ヤギの肉を調理して、豚汁みたいなような感じで丼の中にヤギの肉が入ってるんですけれど、これ古くから、沖縄ではね、お祝い事とかそういう結構だから高級な品なんですよね、ヤギ汁。あとヤギの刺身とかヤギ刺しとかって言いますけどね。結構沖縄も北部とか南部の方に行くと庭でヤギが飼われていたりします。可愛いんですよね。手を出すと寄ってくるので、手をペロペロ舐めるの。あんな可愛いヤギ、家畜として育ててるわけですけど、あれをね、お祝い事の前には、なんて言うんですか、精肉場みたいなところに持っていくんですね。で、調理してもらって帰ってくるわけですけど、お祝い事とかにね。今ではね、あちこち、沖縄のあちこちに、ヤギ汁専門店ってあります。好きな人は好きなんですよね。で、ヤギ汁、結構ね、若い人たちに聞くと、おばあがよく家で作ってくれた。で、明暗完全に分かれますね。沖縄のウチナンチュでもヤギ汁大好きって人もいればヤギ汁もう全然匂いがダメって言って全く食べれない人もいるんです、実際にウチナンチュでもね。ただ専門店があるくらいだから大好きな人にはたまらないわけですよ。で、これヤギ肉特有のその匂いを消すために、ヤギ汁の中には生姜だとか、フーチバーって言ってヨモギの葉っぱとかを入れて匂いを消したりしてね、食べるんですけど、これはね、世界一うまい食べ物だって言って称賛する人もいるぐらい。で、あと精力剤、ものすごい精力つくらしいですよね。まあさんも生まれて初めて1回だけ、もう本当ウチナンチュには申し訳ないんですけど、罰ゲームで 罰ゲームで食べたことがあるんですよ。みんなで男ばっかり集まってじゃんけんして、ね、3回勝ち抜き戦みたいなね。じゃんけんをして負けたやつが罰ゲームで「もうヤギ汁な」とか言って、まあさ、見事はめられて、まあさ、勝ったにもかかわらず、なんか知んないけど敗者復活戦とかわけわかんないこと言って、その勝ったものと敗者とまたじゃんけん始めちゃって、なんか結局それでまあさ負けてさ で結局ヤギ汁を代表で食べることになったんだけど、本当にね、味、匂い、獣ですね。獣臭。やばい。あれはやばい。よくね、ジンギスカンとか癖あるでしょ？美味しいですけど、ジンギスカンって覚えありますかね、皆さん。次の日も一日口の中が、なんか、ね、ジンギスカンの ラム肉の後味が口の中に残ってるような、あれの100倍ぐらい 100倍ぐらい強烈なんですよ、ヤギ汁。沖縄の方ごめんなさい、本当にあれはね、くっそまずい くっそまずかった、もう涙出そうだった。
なんか癖になるらしいですよ、好きな人は。で、精力つくしね。だけど、わざわざその焼肉の匂いを、もう獣臭ですよ、獣臭を消すために生姜とかフーチバとか入れるんですけど、結局なんでそんなに匂い消しでそれ入れるかって言ったら臭いからでしょ。それでもダメ、あの匂い。だけど沖縄ではね、古くからもう本当に高級な食材としてね、また親しまれてきたヤギ汁、皆さん沖縄に来たら一回チャレンジしてみてください。罰ゲームでもいいですよ。罰ゲームしましょう。みんなで。罰ゲーム。いや、もう食べたくない。いや。いや、口ん中が、やばい、あんまりここでひどいこと言えないもんね。まーさんチャンネル沖縄って、まーさん自身の YouTube の中で、ヤギ汁三部作っていう番組、収録してアップしてます。ヤギ汁その1その2その3ってあるんですよ。そのさっき言った罰ゲームでじゃんけんしてね、負けたものがそのヤギ汁、罰ゲームでヤギ汁、まあさんそれ3部作でヤギ汁食べてますんで、もう一部始終、食べてる一部始終を YouTube でアップしてます。よかったら見てください。でも実際に沖縄の人でも苦手で食べられないっていう人もいるからね。だけどさ、沖縄って本当に家畜ね、離島とか北部の方行くと牛とかね、馬とか牛飼ってますよ、飼ってる。羊なんてもう普通、羊じゃない、ヤギなんて普通の家にいるもんね。豚とか普通の家の庭でヤギとか豚とか飼ってますよ。かわいいんだけどな、あれをよく食べれるなと思って、日本人って肉食なんだなって思いましたね。ヤギ汁、皆さんは食べたことありますか？まだの人は是非一度食べてみてください。
と笑っていてね、デイゴの花よりチュラな君、乾杯はまた会える時にしよう。